そういえば、セミナーの話だと、C 級ヒーローの場合、一週間ヒーロー活動を行わないと、ヒーロー名簿から除外されるって言ってましたが、先生は大丈夫なんですか？そんなこと言ってたっけ？でも、テレビ見てても特にやることなかったし。報道されるのは、避難が必要な大災害やテロ、危険な怪物が出現するなど、先生は強力な敵ばかりを倒してきたから、ご存知ないでしょうか。C 級といえば、主にひったくりや強盗、通り魔などを退治して、C 級は数が多いため、自主的に活動を続けないといい、挫折して転職する人も多いらしいですよ。サラリーマンの飛び込み営業のように、足で成果を出さないと、誰も評価をしてくれないんだとか。漫画読んでる場合じゃなかった！しかし、ようやく見つけたぞ、埼玉。悪いけど、今忙しいからまた後でな。この俺から。イライラしてんだから邪魔すんじゃね。殴るぞ。お前か！不審人物というの、ヒーロー！タンクトップタイガー参上！ソニック、お前不審者扱い。お前だ。俺もヒーローだっつうの。お前のようなヒーローがいるなんて聞いた。知るか。俺は新人だ。とにかくお前に迷惑してる人がいる。何やってんだ。邪魔。寝てもらったま、埼玉。お前もヒーローなどというか。だったら俺と、埼玉！俺とヒーローなんだろう！大勢死ぬぞ！殺戮乱人！俺は今それどころ。悪い奴を探してやっつ。悪い奴を、ここにいた。風神客！僕は正義。ゴーストタウンの化け物、いい響きじゃんか。僕は正義。焼却。ゴーストタウンの化け物、いい響きじゃんか。
ゴーストタウンの化け物、いい響きじゃんか。タウンの化け物、いい響きじゃんか。僕はそう。ゴーストタウンの化け物、いい響きじゃんか。お前らの仕業か。ゴーストタウンの化け物、いい響きじゃんか。ゴーストタウンの化け物、いい響きじゃんか。僕はそう。ゴーストタウンの化け物、いい響きじゃんか。